2回目の動画ご覧いただきまして誠にありがとうございます無理なく無駄なくあなたを卓研合格に導くレトスの斧です今回の動画では実際の試験でも出題されそうな問題を使って解説していこうと思いますテーマは理解学習の一つである問題文の理解と質問内容の理解ですまだ1回目の動画見ていない方は1回目の動画をご覧いただいた上でこの動画をご覧いただければと思います 1>, 1回目の動画でお伝えした内容を簡単に言うと丸暗記学習では合格できませんよ理解学習をしないと合格するのは難しいですよっていうことをお伝えしました丸暗記学習はやるだけ時間がもったいないし間違った勉強の仕方を習慣化してしまうとやればやるほど合格から遠ざかってしまいますだから丸暗記学習は絶対にやめましょう勉強の仕方を理解学習に変えていきましょうそういったお話をいたしましたで今回2回目の動画では 理解学習について具体例を使って解説していきます理解学習っていうのは大きく分けて3つあります1つ目が問題文の理解2つ目が質問内容の理解3つ目が解説の理解問題文の理解質問内容の理解解説の理解この3つに分かれているんですねでこの3つは全て重要でこの3つ全て実践していくことで達見合格が可能になりますなのでこの3つを日頃の勉強から行っていき 習慣化していっていいいったただきたいんですねで今回お伝えをするのは問題文の理解と質問内容の理解これをお伝えしますで解説の理解については、まあ、ちょこちょこ動画でも部分的にお伝えしているんで今回は省略させていただきますもちろん無料の動画だけでは解説の理解の部分少ないので足らないんですけれどもイメージはできるんじゃないのかなと思いますで今回の問題文の理解と質問内容の理解実はこれが一番理解学習の中で重要な内容なんですね なので無料の動画ではほとんどお伝えしてきませんでした。しかし今回は特別にこの部分を解説していきます。で、今回この問題を解説するにあたって、まずはじめに、宅建業法のルール、法律を頭に入れていただきます。で、その後そのルールを使って実際にどうやって解いていくのか、問題文をどうやって理解するのか、質問内容をどうやって確認するのか、質問内容をどうやって理解するのか、 こういった流れでお伝えをしていこうと思います。まあ、宅建業法を勉強したことがない方は内容わからないかもしれないんですけれども、今はわからなくても大丈夫です。問題文の理解と質問内容の理解、これが重要なんだなっていうことがわかっていただければもうそれで十分です。それでは今回はスライドを使って解説させていただきます。それではまず、宅建業法の条文を読ませていただきます。内容ちょっと難しいので、まあ、ゆっくり聞いていただければと思います。 宅建業者は自ら売り主となる宅地または建物の売買契約においてその目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し民法566条に規定する期間についてその目的物の引き渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き道場に規定するものより 飼い主に不利となる特約をしてはならない。と、宅建業法には書いてあるんですね。で、まずこの条文自体長いので難しいと思います。なので、これを二つに分けます。それがこれです。黒文字の部分と赤文字の部分なんですね。そして、ポイントは、〜何々を除きという部分は例外として扱うんだ。で、それ以外の部分が原則ということなんですね。つまり、黒文字部分が原則。 赤文字部分が例外という,ふうにな,りますなのでこれを原則と例外に分けて記載するとこうなります原則宅建業者は自ら売り主となる宅地または建物の売買契約においてその目的物が種類または品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に関し道場道場っていうのはこれ民法ですね 民法に規定するものより、飼い主に不利となる特約をしてはならない。つまり、契約不適合責任について、民法に規定する内容よりも、飼い主に不利となる特約はしちゃダメですよ。っていうのが、原則の話です。このような特約をしたら無効になりますよって話ですね。で、一方、例外。例外は、民法566条に規定する期間について、 その目的物の引き渡しの日から2年以上となる特約をする場合は、飼い主に不利な特約をしてもよい。これが例外なんですね。これ例外っていうのは、この原則の反対の内容を意味するんです。原則では、飼い主に不利となる特約をしてはならないって書いてありましたよね。これの逆なので、飼い主に不利となる特約をしてもいいというのが例外に当たるわけです。つまり、こういった特約 OK ですよ。 有効ななんんでですすよっていうのが例外なんですねじゃあこの民法566条に規定する期間って何なのかというとこれは民法を見ないとわからないですよねなので民法を見てみます売り主が種類または品質に関して契約の内容に適合しない目的物を飼い主に引き渡した場合において飼い主がその不適合を知った時から1年以内にその旨を売り主に通知しない時は 買い主はその不適合を理由として履行の追加の請求代金の減額の請求損害賠償の請求契約の解除をすることができないこのように規定しているんですねつまり売り主が売買契約によって目的物を買い主に引き渡しましたよでその目的物まあ例えば建物にしましょうか建物を引き渡したけれどもその建物が 種類または品質に関して契約の内容に適合していなかった。そういった場合においてなので、例えば、住むことができる建物を買ったにもかかわらず、屋根が雨漏りしていて、住むことができない。そういった場合ですね。まあこれは品質に関して契約の内容に適合しなかったと。そういった事例ですね。まあそういった場合、飼い主は不適合を知った時から1年以内にその旨を売り主に通知しない時はって書いてあるので、 買い主がその屋根裏の雨漏り、まあ、屋根が壊れているっていうそういった不適合を知った時から1年以内に売り主に屋根が壊れてますよって売り主に通知しなかった時は飼い主は売り主に対して履行の追加請求つまり屋根を直してくださいっていう請求だったりその分安くしてくださいよっていう減額請求だったり損害賠償請求だったり契約解除をすることができなくなりますよ。 不適合を知った時から1年以内に売り主に通知しなかったらこういったことができなくなりますよっていうふうに民法566条では言ってるんですねで、この民法とはじめの宅建業法をまとめるとこのようになります時系列としては売買契約を締結します目的物例えば建物を引き渡しますその後買い主が不適合を知りますつまり屋根が壊れていることを知ります、まあ、そういった流れですよねで、民法では ここから1年以内に通知しなかったらこれ以降もう責任追及できませんよつまり売り主に対して損害賠償請求とか契約解除とかそういったものができなくなりますよって話ですねで一方で宅建業法ではどう言ってるのかっていうと例外として民法566条に規定する期間についてその目的物の引き渡しの日から2年以上となる特約をする場合はこれ OK だよって言ってるわけなので 目的物の引き渡しから2年以上となる特約をする場合まあ例えばここでは2年ですねまあこれ3年でもいいし4年でもいいんですけれども引き渡しの日から2年以内に通知しないと責任追及できなくなりますよっていう特約は OK だよって話なんですまたは引き渡しの日から3年以内に通知しなかった時はそれ以降を責任追及できないよこういった特約も OK ですね 例えば引き渡しから2年以内に通知してくださいそのように特約したのであればこの2年以内に売り主に対して屋根が壊れ,壊れてますよって通知すればその後責任追及できますよっていう話ですこれを超えてしまって通知忘れてたってなってしまったらこれはもう責任追及できませんよっていう話ですね逆に引き渡しの日から1年以内にその旨を売り主に通知しないときは まあ責任追及できないとする特約は、これは NG ですよ。無効ですよってことですね。つまりこの期間を2年よりも短くして特約してしまう。これは無効となります。ではここからが問題です。一緒に考えてみましょう。宅建業者 A 社が自ら売り主として建物の売買契約を締結する際の特約に関して、当該建物が中古建物である場合、 宅っ業者でない飼い主 B との間で B は売買契約締結の日に関わらず引き渡しの日から2年間を経過した場合損害賠償請求及び契約解除をすることはできない旨の特約を定めることは宅っ業法違反となるマルかツかという問題ですいかがでしょうか実はこの問題の内容なんですけども今解説した内容だけではこれ解けないんですよ解けないんですけれども まずそれに気づかない方が多いんですね。つまり問題文が理解できていないっていう話なんです。ちょっとそれも含めて解説していきます。まず、これ答えは、これ違反なんですよ。つまり丸なんですね。で、なんで丸かというと、この売買契約締結の日に関わらずっていうところ、これが怪しいって思った方いると思うんですけども、まあこれ全然関係ないです。これ後でも解説しますが、これは全く関係ないんですね。ではなくて、 この問題って何が質問されているかっていうとこれ実は責任追及期間を質問されているんですねこの期間を経過したら損害賠償請求できないこの期間経過したら契約解除できないって話じゃないですかこれはつまりこれ責任追及期間なんですよ問題文ではこの責任追及期間が引き渡しの日から2年以内になってるわけですよね2年以内であれば損害賠償請求とか契約解除できるけども 二年を経過してしまったら損害賠償請求とか契約解除できませんよって話じゃないですか。つまり、この引き渡しから二年っていうのは責任追及期間を表してるんです。一方で、先ほど解説したこの引き渡しの日から二年、この二年って通知期間なんですね。ここにも書いてある通り、引き渡しの日から二年以内に通知しないとき責任追及できなくなるよって書いてあるわけだから、 通知する期間が引き渡しから2年以内って話なんですよ。これは不適合だよっていうことを通知する期間の話です。一方で、先ほどのこの引き渡しから2年間っていうこの期間は、責任追及期間です。通知って何も書いてないじゃないですか。つまりこれ通知期間の話じゃないんですよ。なので、先ほど解説した内容とは別の話なんだということなんですね。で、民法ではどうなっているかっていうと、責任追及期間は引き渡しから10年なんですね。 つまり、10年以内であれば、損害賠償請求できるし、契約解除もできるっていう話です。つまり、引き渡しの日が2年間経過したとしても、10年以内であれば、損害賠償請求とか契約解除することができるわけだから、このような2年経過したら、責任追及できないっていう特約は、これ、ダメですよね。はじめにもお伝えをした通り、民法に規定するものよりも、飼い主に不利な特約になってしまうから、これは無効になりますよ。っていう話です。 ここでの例外は、これ責任追及期間じゃなくて、通知期間ですよ。通知期間については2年以上となる特約をする場合は OK ですけれども、責任追及期間については民法で引き渡しから10年以内って書いてあるわけだから、これは宅検業法違反となる丸ということになります。 で、初めにもお伝えをした通り、この売買契約締結日の日に関わらずっていうのは、もうこれ惑わすためです。受験生を惑わすため、引っ掛けるためだけの記述なので、まあこういったものっていうのはもう無視していただく。判断基準をちゃんと頭に入れて、その判断基準に従って答えを導かないといけないんですね。で、この売買契約締結日っていうのは、今回の話で言うと判断基準ではないので、まあ考えなくてもいいという話です。いかがでしたでしょうかまあこの点ですね、理解していない人非常に多いんですね。 問題文も理解できていない場合もありますし実際に解説も理解できていない人非常にたくさんいます。はじめにもお伝えをした通りまず問題文で何を質問されているのか今回の問題では通知機関ではなくて責任追及機関が質問されているんだってことに気づけなかったらもう大体間違えます。今回は問題文の理解と質問内容の理解もまとめて解説させていただいたんですけれども 次回の動画では合格できる勉強法である理解学習を実践して継続させるノウハウをお伝えしますノウハウを知っていても実践しなかったら意味がないですよね続けなかったら意味がありません実力は上がりません次の試験で卓研合格していただくために次回の3回目の動画もぜひご覧ください今日も最後までご覧いただきましてありがとうございましたまた明日お会いしましょうレトスの小野でした